日本鹿児島県日置市移住院長、下屋口移住院長下屋口は、鹿児島県日置市の大技。旧日置郡移住院里屋口村の一部、日置郡移住院を下屋口村、日置郡中移住院村大技下屋口、日置郡移住院長下屋口。人口は3558人、世帯数は1443世帯。郵便番号は899-2501。 日置市の東端部、谷口川中流域から下流域に位置している。麻生域の北方には、日置市住院町、徳重、移住院町、清藤、南方には、日置市住院町小井の原、西方には、日置市住院町半群伊移住院町大田、東方には、日置市住院町、伊賀倉,倉、鹿児島市福山町、鹿児島市上谷口町に接している。 阿佐イの南方から西方にかけて、鹿児島県道24号鹿児島東市基線が通っており、それに沿うように鹿児島本線が通っている。中央部には鹿児島県道206号徳重横井鹿児島線が東西に通っている。また南九州西回り自動車道が東西に通っており、地域内には移住員インターチェンジが所在している。北部には 市街地が形成されており、日置市立移住院小学校、日置市立移住院中学校が所在している。市街地の中心部には、市街地と移住院駅を結ぶ鹿児島県道301号移住院停車場線が南北に通っている。下谷口という地名は、江戸期より見え、薩摩国日置郡移住院座とのうちであった。原独号調及び、天保号町には谷口村とあるが、 札藩西洋録及び、急行給料取調べ帳では、下谷口村と上谷口村に分かれており、その間に分存したことがわかる。移住院由初期には、上谷口村、下谷口村、右に河村前来、谷口村と申す一河村にて、上下に、相分かり候よし、何年間に、相分かりため申し訳大内部信仰と記されており、 谷口村が上下に分けられた年間は不明であるが、時期は江戸時代前期であると推測されている。下屋口村の村高は、急行丘陵取調べ町では1,128国、余りであった。村域の北方には、薩摩街道が通り、南方にある大地には、地頭刈谷があり、周囲には、麓が形成されていた。しかし、宝永6年に、オカリアは、 縄城川に移されたとされている。1889年に町村政施行により移住院座との一部より中移住院村が成立し、それまでの下谷口村は中移住院村の大技、下谷口となった。1922年には中移住院村が町整施行し、移住院長の大技となった。2005年に移住院長が東市木町、日吉町、 吹上町と新設合併し、それに伴い大ざはそれまでの大ざなに、休日対面を冠したものに解消することとなり、日置市の大ざ、移住員長下矢口となった。日置市立移住院小学校移住院郵便局、公共教育郵便局自社、その他市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。上記のほか、鹿児島市に隣接している地域では、 鹿児島市に位置する鹿児島市立松本小学校、鹿児島市立松本中学校に通学している。移住員インターチェンジ高速道路県道。ありがとうございます。